ガーロットたちと共に上洛を果たしたベアトリーヌは皇帝ソルティエと接見し、その異常性のある要望から魔竜の血を鎮める呪手術の必要性を示唆する。呪手術を一度は拒んだ皇帝ではあったが、親衛隊長であるラピスの説得の甲斐があり、受ける決心を固めた。一方、極秘情報であるはずのソルティエ皇帝の病を喧伝し、民の不安を煽る者がいた。反乱軍を率いていたパンドラである。生きていた彼はその巧みな話術で各地の反乱分子を再びまとめ、帝都へと進軍していた。ベアトリーヌが呪手術に臨む間、グラム・ブレイズは凱旋門の前でパンドラの軍勢を待ち受け、反乱軍との最終決戦の幕がついに上がる。パンドラが生きていたとはね。あのパンドラだよ。崖から落ちたぐらいで死なないよ。ああ、セリカみたいにベアトリーヌさんに怒られて引き下がればいいんだけどな。それは面白い考えだが、まあないだろうな。しかし彼、よく立ち直れたよね。反乱軍を壊滅させてからそれほど日も経っていないのに。あの口のうまさ、調子の良さはやはり相当だったわけですね。多分皇帝の重病を喧伝して不満分子を再度集めたんだろう。ソルティエ皇帝は軍事の人、放棄したら一軍を率いて討伐に来るかもしれない。ところが皇帝が病となれば状況が変わるわけです。なるほど、人の心をつかむのが得意なパンドラらしいやり方ってわけか。ですがパンドラはどこから皇帝の病の情報を手に入れたのでしょうか。それはわからない。もしかするといい加減な嘘をついているだけかも。ベルマン紅白、お願いがあるのですが。え、ベアトリーヌだ。どうされた。今回の呪手術は難度が高く、私一人では少々不安があります。助手をお貸しいただきたいのです。ただ誰でもいいというわけではありません。魔術の心得を持つ方にお願いしたいのです。できれば能力の高い方を。なるほど。このパメラ様の名前を忘れないように。私にやらせていただけませんか。マリーについては少々学もあります。そうだな、ならばメシアに頼む。別に手術なんかやりたくないけど、なんだか負けた気分だわさ。全力で助手を務めます。よろしくお願いします、ネシオさん。では参りましょう。助手術ってどういうことするんだろう。体に刃物を入れて切り開いたりするのかな。シェノン、聞いてるだけで痛くなること言わないでよ。手術って普通そうだろ。ガロット、どうかしたのか。いや、俺やっぱりベアトリーヌをどこかで見たことがある気がするんだ。そうなの。エイミとは面識があったみたいだったけど。話は終わりだ、奴らが来たぜ。
懐かしいな、凱旋門だ。かなりの部隊数だな。集められるだけ集めたって感じだ。だけどなぜか恐れはない、驚きもしない。これが経験を積むということなのか。あ、いや、グラムブレイズか。パンドラ、貴様も懲りないな。今回もちゃんと逃げ道は用意しているが、俺は逃げたことはねえよ。あれは撤退という作戦の一つだ。相変わらずだな、へりくつばかり抜かしやがるぜ。ん？レオン、何やってんだ？もしかして俺のために諜報活動か？言ってろ。グラム・ブレイズには貴様の戯言を信じる奴はいねえ。もしかしてお友達ごっこか？やだやだ、牙をもがれたのか。全軍戦闘態勢だ。反乱軍を迎え撃つぜ。僕の知恵が必要。どうせ一度は捨てた命なんだ。恐れることはねえさ。お前ら隊列なんてどうでもいい。凱旋門に向かってなだれ込め。切り込む。叩き潰す。ふざけるな。それ。損害を報告しなさい。やられちまうんだよ。
奪われ、翼を折られた天使。エイニアの呪い、我らの敵に。やられちまうんだよ。こんなのはいかんです。突撃はお断り。やっここかぶっ放すわよ。光を奪われ翼を折られた天使。エイニアの呪い、我らの敵に。
しない。だから行け。ほら。これならどうだ。光を奪われ翼を折られた天使。エイミアの呪い、我らの敵に。やれるさ。ち、ここまでか。逃げないのか、パンドラ。鍛錬を積んだ前の軍とは違う。俺が突っ込まなきゃ、突く勢いもつきゃしねえ。今回は、タイルを残しておく余裕なんてなかったしな。なんだ今回はどういう冗談だ。パンドラさん、俺の舞台はもう無理だ。何やってる、突っ込め。この国を変えるんだろ。お前らの心意気を見せてやれ。俺は英雄だ。後世に語り継がれる英雄だ。パンドラが最後の最後で見せた底力か。我々の出番ですね。命の危機が。命の危機が。Thank you.
切り込む。叩き潰す。ふざけるな。しくじるとは、くそ。俺たちに任せな。邪魔だ。突撃はお断り。バゴーン。バゴーン。さすがパメラ様、最強好き。これならどうだ。
ける鋼鉄の人馬。銃器戦勝となり敵を蹂躙する。脆いものだな。しくじるとは。くそ。やっぱりダメだ。帝都の軍になんか勝てるわけがなかったんだ。逃げるぞ。くそ、パンドラさんに騙されたのか。オガ、ガロット。いや、構わないだろう。パンドラは撃ったんだ。もう同じ反乱の旗が掲げられることはないだろう。パンドラのやつ、なんだか今までと印象が違ってたな。旗揚げした頃のパンドラはしっかりした志があったのかもね。今回ばかりはパンドラの野郎は本気だった。それは確かだな。あいつともっと早く会っていたら違う関係になれたかもな。片付いたようだな。ベルマン砲白、手術の方はどうなった？無事終了したようだ。ベアトリーヌ殿は疲労が著しく宿でお休みになっています。ベルマン、これからどうするんだ？陛下の経過を見て無事なようならばティエラに戻る。もっともベアトリーヌ殿が起きるのを待たねばなるまいな。そんなに体力を酷使したのですか？わからない。メシアの話では術後に突然倒れたそうだ。緊張の糸が切れたようにふらりと体が揺れたのですよ。とっさに支えましたが、私が見ていたよりはるかに疲労が溜まっていたようですね。少し休めば大丈夫かと思うのですが。それじゃベアトリーヌが起き出すまでテートに滞在か。ベルマン、あのさ、私たちって世界を変えるために戦っているんだよね。その通りだが、今さらどうした？パンドラ軍だって帝政に対する気持ちを持っていたんだよ。戦うのにも抵抗があるよ。その気持ちはわかる。本当かしら？シスキア、それ以上は。いや、いいんだジェノン。シスキア、悪いからといって力だけでそれを倒すのは愚かだ。力のみで立てた旗は力に汚れ、遠からず力によって倒される。陛下の問題が病のせいであったとそう信じよう。そして陛下が回復されたら共により良き国を作ろう。なんかさ、変わったね。そんなこと言われたら文句が言えなくなっちゃうよ。ベルマン、いやベルマン砲白、シスキアを許してやってくれ。ん？こいつ貴族嫌いなんだ。
だからこういう風になるんだ。余計なこと言わないでよ。貴族嫌いは関係ないって。はっきり言うものだ。私も貴族だと言うのだ。いや、ベルマンは貴族だけど、その…冗談だ。やっぱり嫌い。